はい、トマーんです。えー、今日はね、久しぶりに、えー、更新します。ね、えー、お待ちかねだと思います。えー、タバコ紹介動画、えー、やります。映ってると思うんですけど、テリアのワッシュスパール、えー、普段自分が吸ってるタバコです。えー、これ、久しぶりにレビューします。まあいろいろ、動画の更新に至った経緯だったり、まああげれなかった理由とか、まあいろいろ、お話しつつ、やっていきます。まあパッケージこんな感じね。 え緑色でまあなんかピンクでこうモヤモヤってしててなんかボールみたいなマークでマテリアと書いてあるような感じですなんか最初出た時なんかあんまかっこよくないなと思ってましたパッケージ、ね、イルマ使ってじゃあ吸っていきますねタバコこんな感じです、まあ、白で でまあ、フィルターのところに、えー、ちょっと緑がかったグラデーションと、えーまあ、ボールのマークで銀のラインが下に入っているような感じですねはいえっ、ー、とまあタバコの中に、えー、とホイールみたいなのが入っててでそれを加熱して吸うっていうでまあ今まではブレードで刺して吸ってましたけどただ刺してこの中のブレードが燃えてでね下からゴミが出ないからつまらなくて掃除もしなくていいっていういろんな めんどくさいのが解決された新型のアイコスになってます。まあ皆さん知ってると思いますけど。じやっていきますね。はい、えー、じゃあやっていきましょう。えーまあ、20本で580円のタバコです、えー。フィリップ・モルシャから出てますね、アイコスなんで。はい、えー、まあ味の特徴としてはね、あのー、まあすず潰さないですっった時は、もうあれですね、あのー、 薄くて軽いあの、まあ、アイコスとかテリアのメンソールをイメージしてもらえるとうんわかりやすいかなっていうふうに思いますでまあ自分ずっとこれ吸ってるんですけどまあもう今は慣れましたけど入間に変えたばっかの時ってアイコスより若干軽いなって感じたんですよまあ今は慣れてきて全然あのー、そんなふうには感じなくなりましたけど まあ軽くしてすごい吸いやすくはなってるかなって。で、イルマになってなお、あの、ちょっと芋臭いっていう感じがちょっと薄れたと思います。だいぶ、本当に改善してきたなっていうふうに思いますね。それはレギュラーにしかり、ベンソルにしかり。うん、じゃあ潰していきます。うん ま潰すとねちょっといちごっぽいフレーバーがするんですよ、まあ、近いものはあのー、子供用の歯磨き粉アンパンマンとかの絵が描いてあるいちご味の子供用の歯磨き粉が近いかなっていうふうに思いますまあ甘みのあってちょっとフルーティーなタイプのタバコかなっていうふうには思いますねうんまあ、更新5年ぶりですね本当に皆さんお待たせして本当に申し訳ございません まあどれぐらいの人が待ってくれてたのかはちょっとわかんないですけどうんまあ更新した経緯としては、まあ、久々にあの生配信やったんですけど、まあ、その時に「待ってます」って声だったり「すごい待ってました」って声がすごいたくさんの方から頂い,いて、まあ、自分すごいそれ嬉しくて、まあ、そんなに言うんだったら <laughs> 一発ぐらい。 やってみ買いまきタバこはね今ほんと吸わなくなっちゃって買いまきタバコのレビューをしろって言われるとちょっと難しいの難しいものがあるかなっていうふうには思ってるんですけどまあテリアだったらねテリアのメンソルだったらあの自分全然吸えるんでそれやったらまあメンソルケイトだったら全然吸えるからそれやったらまあレビューはできるかなっていうふうには思います。うん でも求め,てら求められてるのはやっぱ紙巻きタバコのあんだけの種類があるタバコをやっぱレビューしていくっていうのがやっぱり求められてることなのかなっていうふうには自分はなんとなく分かってますけどうんもう動画上げなくなってから4、5年開いちゃいましたねまあいろんな理由があってまあ上げなかったんですけど まあ自分ね、まあ、飲食店ずっと今の今までやってて今30になるんですけど、まあ、3年前か今3年目か、まあ、ちょうど2年前ぐらいに、あのー、一緒に飲食店で独立してくれる方がいてで、まあ、一緒に独立してで今もう3年目になるのか、まあ、そこの会社に一緒で、えー、ポールも一緒に働いているような感じで、えーまあ、全員元気に。 やってます。よっていうはい。まあいろんなね。あの紆余曲折ありましたけども。まあ一応元気にやってます。よっていう動画です <laughs>。はい。まあ、卵紹介動画をこうポン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 上げていくっていうのはもうしないかもしれないですけど、うん？ 終わったんで消しますあのまあ皆さんの意見聞きつつまあなんかやれることがあったらやっていきたいなってチャレンジはしたいなっていうふうには思ってるしはい。うん。まあなんか生配信等でまた皆さんと絡めたらなっていうふうにも思ってますはいまああの気軽に配信とかだったらできるんでまぁ、あ、そっちだったらなんかネタ作んなくても コメント返してこうお話会話ができたりとかするんでまあそれだったらまあ全然ありかなっていう風には思ってますねまあとりあえずそれでつそれでつなぎつつまあなんかネタがあったら動画上げていこうかなっていう風には考えてますはいね本当にお待たせしましたなんかチャンネル登録をね解除しないで待ってくれてた方本当にありがとうございます <laughs> ねまあこれからまあ頻度はそんなに多くないと思いますけど まあちょこちょこ頑張っていこうかなっていうふうには思ってるんでねよろしくお願いしますはいでまああとはまあ都内で都内に住んでる方だったりえー、まあ飲食店に興味あったりとかやってみたい方がいたりしたら僕すごい今人材も欲しかったりするんで、まあ、そこで働きたい方とかいたら まあコメントの方になんかいろいろなんか情報を載っけてくれれば自分飛んでそこに行くんでまああとはツイッターかなんか飛んできてくれればメッセージくれればそれで対応させていただくんでもしいればあの連絡くれればなっていうふうに思いますはいまあそんな感じかなはいえー、まあで次回はまた生配信になると思うんですけどまあそれ上げてまたみんなと絡めればなっていうふうに思いますはいえー、ではお待たせいたしました、えー、今回はテリアの オアシスパールをやらせていただきました。はい。ではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。